パル・バンナリー・ラークは、カンボジアの作家、コンポンチュナン州に生まれる。父は、皇仏運動に参加した高級将校、母は、シソワット王家の流れを汲む人物であり、裕福な家庭に育つ。1975年には、クメール・ルージュによって、両親や弟二人と離れ離れになり、プノンペンから、コンポンチャム州、タンコーク軍への移住で、強制労働に従事し、 集団結婚をさせられる。1979年に、ポルポト政権の崩壊後、プノンペンに戻り、役所の職員として働くが、夫は定職に就かず、暴力を振るうようになる。バンナリー役は内職として、闇の貸本屋用の娯楽小説を書き、取締りを恐れて、無記名で発表した作品は90本近くに上った。やがて、ポルポト時代に、 行方不明になった家族に向けて自分の無事を知らせるための小説を執筆。この長編小説、カンボジアゲの行方は1989年にプノンペン市主催の戦勝10周年記念行事の小説部門で第1位となり、恩師や旧友との再会を果たしたが、両親や弟の消息は不明なままである。後にカンボジアゲの行方は、 音報テビ主演で映像化もされ、バンナリー役自身も脚本家の活動をはじめ、ドラマ用の脚本を27本発表した。1993年の選挙後の新生カンボジア王国の成立後も、精力的に創作を続けている。小説の他に、詩集、クメールの月を発表し、作詞家としても130曲以上を提供し、名演歌エウペッチャンダーなどのヒット曲を生んだ。 また、社会問題にも取り組み、ストリートチルドレン、エイズ、ドメスティックバイオレンスなどを扱う女性や、青少年向けの啓発ビデオのシナリオを書いている。2006年には、東南アジア文学賞を受賞した。ありがとうございます。